嵐山高尾パークウェイは、阪急阪神ホールディングスグループの西山ドライブウェイ株式会社が経営する一般自動車道。1965年共用開始。125cc 以下の二輪車と自転車は通行できない。高尾料金所京都市右京区の嵐山と高尾を結ぶ全長 10.7km の有料道路。出入り口は高尾側が高尾口ゲート。 嵐山側が、嵐山、清滝口ゲートの二箇所あり、両ゲートともに、料金所が設けられている。土日祝日及び一月一日から三日、七月二十一日から八月三十一日、十月二十一日から十一月三十日の、各日は二輪車通行禁止となる。沿道には、勝負谷池遊園地、関空大遊園地、展望台、ドックランワンユーランド、 ハーブ園、釣り池など、西山ドライブウェイが営業するレジャー施設がある。2020年10月現在の通行料金は下記の通り。桜や紅葉の名所としても知られる自然豊かな観光道路で、道路の途中に4カ所の展望台が設けられている。保津峡展望台からは、山に囲まれた保津川を見下ろしトロッコ列車や、保津川下りの船を見ることができる。 勝負が丘展望台では京都盆地を望むことができる西山ドライブウェイに関するカテゴリーありがとうございます。